東京都立神経病院は、東京都府中市にある医療機関、東京都が運営する病院である。脳神経系疾患の入院専門病院であり、外来は隣接する東京都立多摩総合医療センターを受診することになる。名前から、精神疾患の病院と混同されることがあるが、扱うのは神経学分野の神経難病である。1980年7月1日、 当時の東京都立府中病院の敷地の一部を使用して開設される。建物は10階建てであり、5階に集中治療室、6階から10階に病室、5階以下に各診療部門等が配置されている。周辺には東京都立多摩総合医療センター、東京都立小児総合医療センター、東京都立府中療育センター、神経科学総合研究所、 東京都立府中看護専門学校があり、府中キャンパスと呼称される。最初は、府中病院の神経内科病棟を移転させて64床を開設し、1985年7月までに296床を開設している。1998年3月9日には、日本医療機能評価機構の病院機能評価を受け、以後認定を更新している。また2002年2月に、 東京都神経難病医療拠点病院の認定を受けている。午前7時以前及び午後8時以降は、多摩総合医療センターに向けたバスがないため、手前の武蔵大を学校前バス停で下車する。ありがとうございます。